ハリーに Behind the scene の大塚ー、イエーイ。ハリーにさゆあかむんぎぐティクスハリアンリョーマオツカディアアダラストランメンバーワセラボイスダリチャンネル日本語マンタップヤンスダムンチャパイスプロジュタサブスクライバーハリーにさゆあかんタンナタニャウントゥダパパニャンインフォルマシースプリティバガイマナディアムンジャリメンバーワセラボイスバガイマナチャラクヒルパニャスハリサリディアディジュパンバガイマナルンチャラクヒルパニャディマサドパンダンラインラインマリキタタニャわざわざハリーイニー髪プルトムドンがおつかパタプクルドアブラシアン。おはようございます。おはようございます。今日何時に起きましたか？一旦なんか朝6時半に目覚めてちょっとお腹空いてたから食べて、その後洗濯物だけ回してもう一回寝て、はい、今普段何時ぐらいに起きるんですか？普段は7時半とかかな。あ、じゃあ今日はしっかり寝たってことですか？そう、昨日ちょっと友達たちと夜集まりがあって、はい、それで、ね、あの眠かったそう、珍しく予定なかったから今日これ以外。いただきます。めっちゃ多いね。ね、これ1100円だよ、ランチ。やばい、めっちゃ安い。安すぎるちょっと衝撃サラダついて、味噌汁ついて、デザートまでついて、お寿司何個か、もうちょっとめっちゃ多くてちょっと分かんない。10何個ぐらい、うん、じゃあちょっといただきます。はい、どれからいこう。どのネタ好きですか？いや、サーモンかなサーモン大好き俺も。サーモンいいよね。サーモンからいこう。いただきます。ちょうどいいわかりぐらい美味しい。いや安っ。これイワシかな。イワシっすよね多分。うん、満足。幸せだわ。いい昼食ですね、うん、マグロの中トロいきます。新鮮な魚ですね、これ。高級？高級ではない。安いよね。いや、安い。この値段でこのクオリティ食べれたらめちゃめちゃいいですね、うん、回転寿司よ、マジで。こんな量出て1100円って、回転寿司なんなら安いぐらい。いや、間違いない、間違いない。やばい、最高な。ぜひ、やっぱ中野最高。中野最高今からどこを向かいますか？今からね、中野ブロードウェイっていう、なんか中野の、なんだろう、アニメとかそういうののグッズが異常なぐらい置いてあるところがあるの、そこ上に。そこに今から行きます。中野はそういうアニメの街なんですか？中野、そう、サブカルチャーがすごい発展してる場所で、まあ、こういう飲食店とかそういうところもあるんだけど、うん、そういったところが多いから外国人もめっちゃ多くて、今ももう目の前に僕いるし、そういうところです。行きましょう。どこに行く？あ、フィギュアとか。なんかフィギュアかな、わかんない。なんだろう、プレゼント。すごい。こんなとこあったの知らんかった。コスプレの店ですか？これめっちゃ香り高いと思うんだよね。確かに。タイガーマスクって何台とかあるんですよね？いっぱいらしい。すごい楽しいっすね。
まあ、デート動画みたいになってるんですね。確かに。じゃあ最後チューするみたいな。大塚さんアニメとかよく見ますか？あ、そう、ワンピースとかめっちゃ見る。ドラゴンボールもちっちゃい時めっちゃ見てたし、アニメはでもやっぱ好きだね。海外の人とのきっかけになるし、うん。寿司食べてしばらく経っておやつ時なので今からアイス食べます。有名ですよね。このそうめっちゃ有名、めっちゃ長い、これぐらいあるクリームがあるからそれを今食べます。いちご、いちごだ。やばいやばい、いちご丼終わんないと。ちょっとこっちも食べたい、こっちも。何これ。よし、これ行く。下から行きます。え、なんだこれ。緑、なにこれ。ココナッツみたいな感じするけど、ココナッツかな。なんで緑。ブドウ。あ、ブドウ。3年でもケツくない。3年でも、うん、あ、これめっちゃラムネだ。食べる。うん、いろんな味が混ざりすぎてわからん。これイチゴか。うんうん。うわ、カフェオレうま。カフェオレうまい。うわ、やばい、あ、味カオス。チャンネル이니문포스팅바니아콘텐츠프리티와완자라등오랑양팅가르디재판레스토랑디재판쿠히드방마하시스와담프크레자디재판당시시라인다리콘텐츠크리에이터자리장간루파라이크단쉐어비디오이니지카카무무라사비디오이니무나리단주가장간루파은투사브스카르채널카미야슬란주냐다리시니기다간탄네탄약오츠카나마에와라타메테오네가이시마오츠카교마토모시마스出身地は？出身地福岡県。福岡のどこのあたりですか？福岡の、福岡ってなんか2個大きな町があって、福岡市というところと北九州市というのがあるんだけど、その真ん中にあるところ。おで、宗像市っていうんだけど、世界遺産が1個ある。そういう町で生まれました。育ってました。兄弟は？兄弟、お姉ちゃんが1人いて、今東京にいます。じゃあ福岡で基本的に生まれて、育ちも福岡。そう、大学、高校卒業までのだから18年間は福岡にいて、そこから大学で早稲田大学に行って東京に上京したって感じかな。どんな幼少期ですか？どんな性格だったかって覚えてますか？まあ、その場面場面によって若干変わってくるんだけど、ちっちゃい頃は工作、なんかなんだろう、いろんなもの作ったりとか、あとはまあ普通にスポーツめっちゃ好きだったからいろんなところで遊び回ったりみたいな感じにやってたかな。で、あとはお姉ちゃんがやから、その周りで女の人が結構いたから、そこで一緒になんかおままごとって分かるかな。ああいうの一緒にやったりとか、そういった感じのこともやったかな。じゃあ結構いろんな人と関わっていくのが好きな性格だった。ってわけではないんだけど、なんか関わってくれてる方が多かったから、そういう感じのところに。高校卒業して早稲田に東京に上京したっていうことですね。そう、早稲田に行って、はい、なんで東京に行こうと思ったんですか？まあ理系だったから、大学で行くとしたら国立大学に行くか、まあ東京の大学に行こうかなって思ってて、で、まあ、早稲田からちょっといい感じの誘いちょっと受けたから、こう、まあ、自分のやりたい勉強の分もあったから、そこに行こうと思って来たって感じかな。大学での専攻は何でしたか？情報通信学科って言って、プログラミングとか、あと 5G とか IT 系のことを勉強する学科にいたんだけど、もう覚えてない。で、あれですよね、大学の寮で、そう、今活動されてる日本語マンカップのメンバーと出会った。そう、ちょうど今ね、あ、ここら辺に寮があるんだけど、早稲田って見える、まあ、うん、そこに
そのメンバーのユウスケっていうのがいいんだけど、彼と出会って仲良くなって、まあ、あるよあるよと一緒に YouTube やるといいなって感じかな。じゃあそのじゃあ実際ジェロームさんとか、うん、そういった方と YouTube するまではインドネシアについて何か知ってたりしましたか？ナシゴーレンぐらい。あとバリ島もまあ名前だけ聞いたことあったけどって感じ。行ったこともまだなかった？ない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 。YouTube の方をインドネシア向けの方に届けるっていう時にどん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 フォロワーが増えていった時って、うん、どういう気持ちだったの？え、怖いや一瞬なんかジェロムがその YouTube に俺らのインスタグラムのアカウントを載せてくれたんだよ、まあ、許可なしに。でそれでいきなりなんか授業中にインスタの通知がなんか携帯でこう上からボボボボボボってなってそのフォローが1000人2000人みたいになって一瞬怖くてあのプライベートなアカウントになったんだけど、まあなんかいいかなと思って今そっち側に行った。あ、じゃあ今の友達そうすごそう、もともと日本の友達しかいなかったアカウントが鬼のように増えて100万人になってじゃあそういうインフルエンサーになりたいとかそういうのは全くなかった？なんもないなんもない。普通にだジェロムたちとなんか日本っていうか、まあ、なんだろう、大学生活の思い出の一環として YouTube やってたから、まあ、それでこう日本についてインドネシアの方がもっと知ってくれれば、まあ、それはもっと嬉しいなみたいな感じでやってたから、そのインフルエンサーになってお金稼ぎたいとか全くなかったかな。今こうインドネシアの方々とかと関わったり、うん、あとはインドネシアに実際行ってみたりしてなんかこう感じたこととか、うん、所感ってありますか？まあ、インドネシアの人ってマジ同期だなっていうのがめちゃくちゃあって、私なんだろう、まあ、SNS めちゃくちゃ見てくれてる方が多いからありがたいことに知ってくれてる方も結構多くて、まあ、結構面白かったしびっくりしたかな。この今早稲田ボーイズとしての活動っていうのは、うん、あの一応いつまでになるんですか？ね、今が2023年の8月で2024年の2月ぐらいまでかな。その後はもう皆さん解散するという、そう、各々の別の道に進むということですか？そう。ちなみに大塚さんはその後の進路はどのような道に進むんですか？僕は、ね、日本のテレビ局の方に就職して、まあ、こうテレビってこうアニメとかそういった海外の人との接点とか結構多くて、これは海外に向けてなんだアニメとかそういったものをきっかけにこういろんなビジネスやりたいなと思ったから、そういうことをやっていきたいなと思います。じゃあ将来はそういうアニメコンテンツを元にビジネスを作っていく、うん、感じなんですね。そう、そういうことしたい。じゃあ最後にあのインドネシアの方々、うん、この今見ているフォロワーさんに何か一言をお願いします。いつも応援ありがとうございます。ちょっと僕らの活動が約6年間、まあ、しょうもない動画からいろんな動画、まあ、コンテンツの面白さとしては正直めちゃくちゃすごいとは思わないんだけど、うちのチャンネル、そんなチャンネルをこれまでずっと見てくれてありがとうございました。これからは僕たちのような活動を多分ダリジャパン君たちがやってくれるんでぜひ期待してみてください。ありがとうございました。Kami sedang beristirahat hati kafe dan Otsuka tiba-tiba mengerjakan sesuatu dengan komputernya. 今何されてるんですか？今ね、カンヌ国際フェスティバルって広告のクリエイティブフェスティバルって分かんないかな？分かんないです。分かんない。なんかカンヌって映画祭の方が有名じゃん。その裏側でクリエイティブフェスティバルっていうのがあって、それの今年の受賞作品になってる。で今見てるのがノックノックっていう韓国でなんかすごいやつがあったんだけど、それは韓国ってなんか DV がすごい多いの、数が。でコロナ禍になってそれがめちゃくちゃ増えて、まあ、ここに書いてあるので見ると過去8年で DV の数が 718% 増えた。でそこに対してなんか警察が何か施策か、なんか何かこうできることないかっていうのを考えて、それを広告代理店に出してやった施策なんだけど、まあ、これでできたシステムが強すぎて、ちょっと話いいですか？あのさ、電話番号ってあるじゃん。あれで100、日本だと100交番っていうのがあるんだけど、それで韓国では112番かな。で、その112の後に適当な数字、まあ、例えば112プラス2と4とか押したら SMS っていうところ、ショートメッセージのところに URL が届かれて、そこに
それを押していくと、なんかウェブサイト風のなんか出てくる画面が、そこで検索してる風にのなんかこう検索欄があって、そこからこう文字入力すると検索してる風に見せかけて警察とこうやり取りができる。なるほど。じゃあその警察を呼んでるっていうのをバレずに、そう、彼氏とか DV をしてる人にバレずに警察を呼ぶことができるシステム。そう、だから電話しなくて、これこう例えば彼氏がここら辺にいたとします、うん、でこうやってこうやってて今やばい状況だとしても、こう話さずにこう通報できるっていうのがあって。なるほど。やばくない？やばい。こういうクリエイティブな作品とかを調べてみるのが好きなんですか？めっちゃ好きかな。なんか YouTube とかそういうコンテンツも好きなんだけど、なんかこう世の中の社会の仕組みとかそういったものを社会課題解決とかそういうのができることが俺めっちゃ好きだから、やりたいと思ってるからめちゃくちゃ見る。Sekarang kami pergi ke restoran ramen yang Otsuka rekomendasikan dan makan malam.マジうまそう。美味しい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。じゃあバイバーイ。Hari ini kami sudah mengikuti keseharian Ryoma Otsuka. Bagaimana menurutmu? Saya sudah bisa melihat bagaimana kehidupannya Otsuka di Jepang dan juga mendengar pemikirannya sebagai content creator. Jika ada content creator lain yang ingin ikuti aktivitas sehari-seharinya, silakan beritahu dalam bahagian komen. Di video selanjutnya, kami berencana untuk membuat video tentang keseharian content creator lain. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa lagi.Dari Japan.